こんばんは。こんばんは、こんばんは。ヤッホー。こんばんは。こんばんはです。本日もう一個の携帯を持ってくればよかったんですけど忘れちゃったので、ちょっと時計が多分見えないよね、これ。そう、時計が見えないからちょっとみんなには随時時間を教えていただきたいですちょっとこれ多分ね、時計機能ついてないもんね、さすがに。そうだから多分言おうと思えば一生入れちゃう感じだから、ちょっとね時間教えてほしい。うん、わかんないねこれどこにも書いてないので、だけちょっとお願いしますちょっとヘルプです。めちゃめちゃ忘れちゃった。まあ予定は10時にバイバイしようかなって思ってる。あ、おししかかたんギフトが届いてた、嬉しい、ありがとうね、大好き。おししかかたん、あ、ちなみにフリータイムなのでちなみにフリータイムなので電話かかってくることはないんですけど、まあ一応ってやつ、気持ち十時って決めたから、まあ終わった後は多分おそらく一人で歌います。あ、おもれ、あ、間違えた、おもしれ女ですありがとうございます。なんだっけ、何の仕様したんだっけ。あ、そう、今回はですね、あれなんよ。あ、そう、もともとあのショールームのあれと一緒だから48関連のものしか歌っちゃダメなの。48関連ってか秋元康さん系の歌しか歌っちゃダメだから、まあいつものショールームのカラオケと一緒っていうのはみんなに頭に入れといてほしくて、プラス今日は、あ、46は OK、 46坂道さん OK です。プラス今日はちょっと SKE の曲を多めに選曲したので、もうなんとなくなんだっけ、なんとなくセットリスト的なものは組んだので、その通りに歌っていこうと思います。でさ、セットリストをさ組むじゃん、自分で組んだんよ。で携帯にメモしてたのね、けど今からこの携帯で配信するじゃん、だからそのメモが見れないと思って、待ってどうしようと思って、あのさっき店員さんにボールペン借りてレシートの裏にセトリを書きましたそうだからもう焦ったその時は。観客兼タイムキープ、あ、そう、そういうことお願いします頼みました。はディアンのカラオケ見るのいつぶりだろ、はちまるちゃんの初期以来かも。本当？めっちゃ初期じゃん。あ、ありがとね、ギフトもたくさん。電波悪い？電波悪かったら教えて、また。あ、申請はちゃんとしてるのでブッチされることは絶対ないです。今日の飲み物は1杯目ピーチなんとか、多分ピーチソーダピーチソーダ的な感じ。あ、そう、プラスあれ、そう、セットリスト決まってるんですけど、ショールームに入ってない曲を中心に選んだので、ショールームでは聴けない曲がここで今日たくさん聴けます。はい、プラス SKE の曲多めだから公演の曲とかも結構多くて、みんなが好きな曲とかみんなの聴きなじみのある曲がいっぱい聴けると思うから、楽しんじゃって、一緒に。ミキも今日めっちゃ楽しみにしてた。あ、ちなみに手書きのセットリストえぐ汚い字なので見せれないですもう自分が見れればいいみたいなところあるから、めっちゃ汚いんよ字。
ね、飲み物の着色料すごいよね。ってことは流星群が聞けるかも。どうかな、入ってるかな。どうかなどうかな。あ、得点も発表されます。ミキはあの精密採点みたいなあの音程バーがある方が歌いやすいので、なんか得点が知りたいっていうか自分の歌いやすさ重視で入れました。もう入れてある、入れずに。そう、公演曲ね、ショールームだとなかなか歌えないっていうか入ってないからさ、いっぱい歌っちゃうかもよ。ってことで、ちなみに今何分ですか。ちなみに今何分、本当に時間わかんないの怖いわこれ。12分だって。私何分になったら始めようとか決めてなかったから聞いたとてみたいなとこもあるんだけど、始める始める、もうね曲入れたら始めれるっちゃ始めれる。ちゃんとね得点も発表するから頑張って上手に歌うね。点も出るように頑張って歌う。平成わずか5ヶ月でサマソニーに出演し話題に。ユーモア溢れる楽曲が魅力。ほいでは、じゃあ1曲目歌っていこう。1曲目歌っていこうか。すごい、なんかこんな早くに人集まることあるっていうぐらい今めっちゃ人いて嬉しい。みんな見てくれてありがとうございます。早速1曲目歌っていくよ。1曲目はあ、どうしようかな。1曲目ね、多分意外だと思うよ。1曲目意外だと思う。めちゃめちゃ意外だと思います。当ててみて、今から打つけど。私どうしよう、入ってなかったら。リクワみたい、確かにドキドキだもん。何、絶対当たんないよ、絶対。だって絶対意外だもん。これかな。あ、ありました。ちなみにいないです。正解はいないです。もうね、あ、間違えた。あ、待って、やっぱ変える。ちょっと待って、やっぱ1曲目っぽいの歌わして。ごめん。セトリ変更、セトリ変更。ちょっと1曲目っぽいのを歌いたいから、やっぱ1曲目っぽいのを歌うね。伊藤美貴さんのこのカラオケショールームが始まった感出すためにやっぱ1曲目っぽいのを歌います。1曲目っぽいかわかんないけど、みんな好きであろう曲を歌います。急に1曲目変えるっていう。まあでも、ちょ、暖房消すわ、熱い。ついてるかついてないかも分かんなかった。ほいでは歌ってくよ。あ、すごい、でもみんな路線は合ってるよ、路線は合ってるけど分かんない。1曲目っぽくないかも、ごめん、嘘かも。けどみんなが好きな曲いくよ。よーいどん。みんなが好きな曲だから。I'm not afraid to die.
どうかな？どうかな？どうかな？お、わりかしいいんじゃん。91点でした。はい。なんかね、声ってこっちの方が聞こえやすいかな。どっちが声聞こえやすい？マイク通すか、こっちか。マイクなしか。どっちの方が聞こえやすいんだろう。なんかね、ミキ生駒さんの卒業コンサート行けなかったんだけど、乃木坂、元乃木坂さんも生駒里奈さんがすごいずっと好きで、マイクなしの方がいいんだ。オッケー。で、なんか乃木坂の歌っていう、もういつもだったらアンコール絶対歌う曲があるのね。ウォー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 乃木坂の歌ってやつ。けどそれを1曲目に持ってきたの、乃木坂、あー、生駒さんの卒業コンサート。多分生駒さんセットリ考えたんだよ、確か。で、ミキそれにうわーってなってっていうのがあって、ちょっと今日はいつもアンコールの1曲目の曲を、あのオープニングの1曲目に持ってきたっていう、まねっこ、食べっ子動物的なまねっこ動物です。ほいでは次いくよ。そう、リスペクトです。映画館で見た一緒。ミキも武道館外れて、全部外れたの。もうファミリーみたいな、モバイル枠も外れ、一般も外れ、電話はしたけどもうかからず、本当に全部外れて。そうで、ライブビューイングで見ました。映画館で見たよ。はい、そしてここからは公演曲です。ここからじゃないか、次は公演曲です。みんな好きだけど、ミキが多分今日歌うとは思ってない曲。いっちゃうよ、次。けど多分みんなよくね、耳にしてる曲だと思う。し、好きだと思う。し、ミキやったことある曲。し、みんながすごく褒めてくれた曲めっちゃヒントあげる。いくよ、よーいどん。歌えるかなちょっと心配だけど。
チームでナッキーさんが万華鏡の真ん中にね選んでくださって、万華鏡やったらすごい好評で、そう次の日トーク会で本当に万華鏡連番っていうぐらい本当に万華鏡いっぱい褒めてくれたのがすっごい思い出、これ何回も話すけどそれぐらい思い出なの。またね万華鏡やりたいんだよね。 でも万華鏡は本当に申し訳ないけど真ん中しかやりたくなくて、ちゃんと理由があって難しいんですよ万華鏡振り付けが、振り付けプラス立ち位置も難しくて本当に、そうだからあんま真ん中、しかも真ん中しかやったことないからもう縁を経験したくなくて怖くてもう難しいって分かってるから、だから今制服の目で万華鏡やってる子みんな尊敬する、真ん中の子も尊敬するし、真ん中じゃないところでちゃんと立ち位置も振りも完璧にやってる子は本当に尊敬する。本当に難しいの万華鏡って、しかもなんかスピード感的になんかあんま難しいって思われないがちだけどめちゃむずいんよね。でもキョピの万華鏡をあれで見た時いけね、あれはもうね目を奪われた、本当にあのしなやかさはねすごい万華鏡にぴったし、なんかそんな風に体動くのと思って、どこなんか関節ないよね、いい意味でなんかもう大しなやか、骨がないぐらいしなやか、本当にすごい。キョピのマミキョ思い出以上より好きかな、ミキはどっちも好きだけど。ほいでは次はねみんな大好きみんな大好き、もうずっとここまで好きな曲続いてたけど、もう特に次はもうみんな大好きだしミキも大好きだし、もうイントロが優勝してる曲いくよ、上げてこ上げてこ、次の曲で上げてこ、上げてけ上げてけ、I'm not afraid to die.
一生歌い続けたい、続けていきたい曲だね。これはいいんじゃない？一番いい点数なんじゃない？お、来ました。持ち曲、92点です。ありがとうございます。92点でした。やっぱね、コメントね、見てる感じね、やっぱみんなもう渚好きなんだなってすごい伝わって嬉しい。みんなも渚好きなんだね。ミキも大好き、渚。一緒一緒。いやーもう本当にいいね、渚。次。次はね、なんて説明したらいいかな、次は。かわいいよ。次はね、かわいいよ。ああ、間違えた。ああ、消えちゃった。ね、今んとこね、SKE の曲しかね、歌ってない。まだ SKE 続く。一旦 SKE 続くから。一旦っていうか結構。今日はね、結構 SKE を歌っていくつもり。から、みんな大好きでしょ？え？ない？嘘！ないんだけど。ないんだけど。え？気持ち練習してきたよ。新しいからこの曲。違う。ない、もしかして新しすぎてない？あ、待ってないかも。うわ、待ってないかも。何歌おうとしたか分かる？あ、待ってないかも。待って、ないかも。あ、ないない。この感じで分かった、一緒に歌おうとしたか。あ、ないわ。待って、新しすぎた、もしかして。あ、ない。うわー、みきね、ちゃんと調べたんだよ。調べたけど、ないです。何を歌おうとしたか、何を歌おうとしようとしてたかというと、チェリーセブンティーン。K2 のカップリング曲、チェリーセブンティーン。うっそ。ちゃんとね、Google 先生っていうか、サイトでは入ってたんだけどね、まだここの愛知県には届いてないみたいです。あら、チェリーセブンティーンダメでした。まだ早かったって。もうちょっと待ってて、だって。あらあらあら、まだ早かったみたい。でもね、本当に調べてたら出てきたんよ。から、歌おうと思って歌おうとしたんだけど、まだ入ってなかった。じゃあ切り替えて次。次はね、さすがに入ってると思うよ。次も、なぎさに続き、ウィーアーから撮ってます。ウィーアープラス制服の目かな。あった。し、みんな好きな曲だよ。みんな好きな曲だし、この曲をパフォーマンスしてるミキが好きっていう方がね、結構多くて、本日選ばせていただきました。すごい、って言った瞬間にすごいみんな正解を言ってきた。さすがだね、よくわかってるね、みんな。それです、それを歌います。曲順は違うけどね。ミーアーと曲順は違うけど、すごいよくみんなわかるね、このヒントね。天才じゃん。じゃあいくよ。
よーい、ドン。ありがとうございます。
リア深月ボ、ありがとうございます。同じくです、めちゃめちゃ同じくです。パチパチもたくさん、ギフトもたくさん、ありがとうね。わー、100点もらったで、まだ80点台いってないかな。80点台いきたくない。みきちゃんリサイタル、イエーイイエーイイエーイ。なんか早い、1時間経つ前に5000人突破しそうで、すごい嬉しい。ありがとうございます。今日みんな鼻筋でしょ。鼻筋、鼻筋って鼻の金曜日ってことでしょ。鼻筋エイト、ポン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 、ヒロポン、フライデーエイト、ヒロポン、ポン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 、ヒロポン、ゴールデンエイト、ヒロポン。これビチューさんの曲です今日は歌えないんですけどね。お、5000人突破した、わーい、ありがとうございます。すごいたくさんの方が遊びに来てくれてるし、ありがとうございます。まだまだ半分もいってないのね。はい、一緒に楽しんでいきましょう。みんな1週間の疲れを飛ばすぐらい楽しんでいきましょうね。ん、あー、そっかそっか、数字のところ人数じゃなくて盛り上がり度数らしい忘れてた、変わったの。そうだそうだ、変わったんだったね。そうだそう、じゃあ5000人以上の方が今見てると願って来てくれてるといいなって気持ちで歌います。ほいでは次はですね、だいぶ雰囲気変わります。だいぶ雰囲気変わるし、地味にっていうかね、しれっとやったことある、しれっとやったことある、しれっとやったことあって、結構思い出の曲し、10期みんな好きな曲、これで分かったらすごいかも。そう、初めて歌うかな、もしかしたらカラオケ系では、一人では。公演曲ではない。はい、お、すごい正解の方、みっけ、いくよ。じゃあ初めて歌うからみっけも結構ドキドキしてるけど素敵な曲、いくよ、よーいどん。あ、イントロが素敵だから、イントロが素敵、これ本当に。
公園って感じ、めっちゃ思い出す。で、ケイゴさんの真後ろでずっと踊ってたから、もう1ミリたりともほぼずれることなくめっちゃ思い出す。92点です。いいんじゃないの、初めてにしては本当にいい曲だよね。コメント見ててもみんながすごい好きなの伝わったしね。もうずっと91と2のあっちこっちしてる。いや本当に思い出すね、奇跡の流星群歌うと、あの親御さんの卒業公演を。奇跡の流星群は結構グッてきたかな、卒業公演の中でも。リセットも良かったね。でもマキコさんと親御さんの僕は知ってるもんめっちゃ良かった。いやもう親御さんの卒業公演自体も感動ものすぎた、本当に良かった。めっちゃそんな素敵な公演に出られて幸せでございます。うわめっちゃいいね、奇跡の流星群野外の夜空の下で来た。うわもうそんなもう倒れてまうよ、良すぎて良すぎて倒れてまうよ。わ次ドキドキ、次ドキドキだよ多分。歌ったことあるかな、わかんない歌ったことあるかな。まあこれもみんな好きよ、もうみんな大好き、名曲名曲だし、みんな大好きだし、今も公演で歌ってる曲だし、ミキもずっと好きな曲だし、スクリーン入る前からそういつかやりたいなって思ってる曲、そういつかやってみたいなって思ってるけど。手取り紙です、ありがとうございます、嬉しいです嬉しいです、褒めていただいて、ギフトもたくさん、コメントもたくさん、ありがとうね。なんでしょう、いくよ。もうねイントロでわかるから、イントロでわかる、もうイントロでわかるパレードだよね。もう次はね本当にドキドキな曲歌えるかな。
と傘持ってはけたよ、こうやってバイバーイ絶対バイバイとか言っちゃダメ、雰囲気もろ崩れ。どうかな、お、いいんちゃう。わー、92点でした。ずっと91と92しか出ない、91と2しか出ないなんてところもしかして。スーツケースにミオティアにと思って、あーそれはもうね、スーツケースの取っ手部分が折れますね。ちょっとポキって折れちゃいます、ミオちゃんが入ったらね。これ枯葉やったことないんだよね、やってみたい。めっちゃ枯葉やらなきゃこれは卒業できないよっていうぐらい本当に大好き。傘見えた、ありがとう。さてさて、制服の目が続いてますけど、次も次も制服の目公演から引っ張り上げてますやっぱ SKE の曲ってなるとね、制服の目のね曲がねいっぱいになるんだよね。しかも制服の目ね全然入ってないのよ、あれがショールームに。そうだからいっぱい歌うことになります。お、21時だって。折り返し地点に来ました。そう、カラオケボックスならではのセットリストになっております。さて次は地味にやったことあります。これは、須田さんの卒業公演でやった曲です。何色だったかな、ミキ忘れた何色だったか忘れちゃった。何色とか言ったらもう分かる、もしかして。お、すごい、ヒントのおかげで分かってる方が増えてきたよ。すごい、みんな分かった、すごいすごい。正解、ミキが何色したか覚えてる方いらっしゃいます？何色だったかな、オレンジとか緑とか、何て分からん、全然覚えてない。まあ可愛い曲ですよ。いくよ、みんな正解。今夜は特別な夜に、何そうな気がしてる。まだ
を覚えてない詰め込んで覚えたけど全然振り覚えてない、染み込んでない体に。いや一番ボロボロだったな一番ボロボロだったな、あ、危ない危ない、一番ボロボロだったけどギリ91点でとどまりました。本当に91と2を意識してるんですよ。パチパチモニパありがとうね。めっちゃ話変えていいめっちゃ話変えていい、最近夜更かしにハマりそうで怖いんだよね本当に。もうすごいびっくりでしょ。あ、ピンクだった第6巻、そんな気はしためっちゃ嘘、そんな気はして、なんだっけ、ジェラシーが青だったの覚えてる。ジェラシーのアリバイ、あなたしか見えない。ジェラシー好きだな。あ、そう、ドラマにハマったからかな。けど別にドラマって週1でしかさ、そう、週1でしかやんないからあんまり夜更かしするタイミングないけど。あれ、ミキ、もともと夜更かしの方わかんない自分ではわかんないけど、どうなんだろうね。でも、本当に早く寝たいモチベの時はめっちゃ早く寝るし、なんか、あんまな時はめっちゃ遅いし、もうこんな、こんなこんなさて、次はですよめっちゃ話変える、もうめちゃめちゃどんどん話変えるから。でもマラソンの時は本当に体調が大事すぎて、もうずっと早寝早起きって感じだったけど、マラソン終わってからもうだいぶ崩れたね。そういう、なんかもう絶対健康体でいなきゃみたいなやつがないと崩れていってしまいます。さてさて、次、次はもうね、みんな大好きだよこれしか言ってないみんな大好きな曲だよし、めちゃめちゃ可愛い曲だし、あのこれ言ったら分かる人いるかも、あの幻の曲ミキにとって幻の曲です。はい、ね、大抵みんな大好き、まあそうなんだよね、そうなんだよね、あの幻の曲ですなんだと思う、あの本当にやったかやってないかどうよみたいな、またやると思うとか言ってから一切やってない。お、すごい正解してる人いる、それそれ、黄色、黄色ブルドンはしたんですけど、青ブルドンとピンクブルドンなかなか呼ばれなくて、ちょっと幻となったミンブルドンなんですけど、まあ、今日ここで2回目やっちゃいたいと思います。あ、今日は青、今日は青の人、青担当で行こうと思います。今日青担当に行くんでお願いします。
ちいっぱいありがとうございます。もうこれで青ブルドも気持ちやりました半分やった気分。91からはもう抜け出せないみたいです。ね、次はピンクやらなきゃ。さてさて、ウィンブルドン来ました。ウィンブルドン来たらさ、もう次あの曲じゃないみんなわかるでしょ、流れわかったでしょ。ウィンブルドン来たらもうあの音聞こえてこない？チャララランダンダラチャララララランシャララーンって聞こえたらさ、もう次に聞こえてくるでしょ。ミキも聞こえてきたんだけど。一人手綱しちゃうよ一人手綱しちゃうよ。あ、時間ありがとうね、助かります。ね、鉄なメドレーしちゃってる。ね、もう曲のつながりがあるんですよ、これは。もうこれどう、なんかもうほぼ一曲みたいな、ウィンブルドンとこれでもうセットみたいな感じで。鉄な見て好きになったか嬉しい。そうなの、嬉しい、ありがとう。じゃあたくさん鉄なも遊びに来てね、ミキも鉄ないっぱい出るから。この流れは鉄板、そうもうね、セットだから。これもう息のように続いていくよ。弾いちゃう弾いちゃう、みんなも一緒に弾いちゃおう。いくよ、これももうね、イントロでもあの曲だから。
あの一人で手つなで言ってるとこんな感じになります想像つきましたか皆さん。ミキが手つなで一人でアメフィをもしやるってなったらこんな感じになります。想像つきました。さすが、もうこんだけアメフィやってるだけあった。93点出ました。イエーイ。今日1出ました。今日1の93点出ました。ありがとうございます。そうミキね、まだアメピでじゃない、鉄縄のアメピでは真ん中やったことなくて、超世代では真ん中からしていただいたんですけど、鉄縄では劇場ではまだないので、ちょっとフルでね真ん中のポジションに使いたいなって思ってやりたし、アメピ大好きだから。で真ん中やったらもう全てのポジション制覇になる。本日の最高得点アメピで出ました。イエーイ。そして、まあ、すごく大人っぽい曲を来たんですけど、大人っぽい曲やったんですけど、続いてはまあこれはカラオケ来たらミキは絶対に歌いたい曲、こんなに素敵な曲でこんなにみんなが大好きな曲なのに、あのショールームに入ってないのおかしいということで、まあカラオケ来たら絶対歌おうよっていう、明るい今の季節にぴったりかも、今の季節にぴったりな曲、あの気持ち折り面気持ち折り面です、はい、嬉しいね、こんだけ折り面の曲がこのカラオケに入ってると思うと。間違えた、喋りながら打つと間違えるわ。ちなみに2021バーは入ってないですまあカラオケだったら一緒だからね。気持ち2021バーの折り面です。折り面が歌います。初めてリップシーン撮ったかな、一人で。思い出の曲、めっちゃ泣きじゃくったけどリップシーン撮りながら研究生って感じマカハイの景色をイメージします。そうだね、そう、あの乃木坂さんマークのねあるやつ、紫の。さてみんなもね分かったところで歌っていこうと思います。いくよ、レッツラーゴー。
ミキが当たったことによって2021番になりました。ありがとうございます。パチパチたくさんありがとうございます。92点でした。ありがとうございます。ほいでは、なんとですね、なんと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 次が SKE48 ラストの曲になります。ここまでずっと SKE なんていうの、 SKE レンちゃんSKE レンちゃんしてたんですけど、まあ、ここまでね、たくさん、はい、SKE の曲は次が最後になります。何曲だった？めっちゃ歌ったよね。でも鼻かゆはい、SKE の曲は次が最後になります。最後は、みんな聴いてねっていうみんな聴いてねっていう宣伝の意味も込めてCM になった気分で歌いたいと思います。10曲、みんな今回のシングルもよろしくねっていう意味も込めて。待って待って、入ってない、もしかして。あー、入ってた、入ってないかと思った。そう、今回のシングル握手会トーク会ツーショット撮影会もありますのでね、そちらのシングルも会える期間があるので、みんなたくさん会おうねっていう意味を込めて、今回のシングルもたくさん愛される曲になりますようにっていう気持ちも込めて、とにかくいろんな気持ちを込めて歌いたいと思います。焦った、入ってないかと思ったシェリーセブンティーン入ってないからさ、ちょっと焦ったけど入ってました。よかったよかった。ケインのシングルですっていうみんなに聞いてもらうために頑張ります。一人で歌えるかな一人で歌えるかな。歌ってみるね。 SK48 は最後の曲なので、いい締めくくりができる。 SK いじめします。今からいけるかな、ドキドキだ。I'm not afraid to die.
シングル愛のホログラムよろしくお願いします。よし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 、あら引くぞ引くぞ、おーしギリシギリシ90点でした。危ない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 、80点台ってことだった。いや思った、盛り上がりでも1万いきそうな勢いです。もうありがとうね、みんな平日にもかかわらず見に来てくれてありがとう。公演で聞けなかったが嬉しい。いやそうなんよ、あのアイホロ期間ね短かったよね。ということで皆さんよければ今回のシングルもよろしくお願いします。愛のホログラムたくさん聴いてください。とっても衣装も可愛いですし曲の世界観も素晴らしいので、そして今ねまだ会える予約もたくさんできます。握手会もトーク会もツーショット会もたくさん会いに来れるので待ってまーすこちらまで待ってまーす。お、面白い女ありがとうございます。会いに行くよってありがとうございます。待ってまーす、会いに行くし待ってまーす。ほいでは次からは他のグループさんの歌を歌いたいと思います。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら心は進化するよ、もっともっと言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいやって思ってた、恐れてた。でもあれなんか違うかも、千里の道も一歩から。さてさて次はですね、季節感を季節感を大事にしました。なんでしょう。そう春曲、春曲です。桜ソング、そう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 、 AKB さんの曲です。結構ねバラード系だからドキドキって感じ。いくよ。せーの。お、本人映像最高、めっちゃ見ちゃうかも。わー、見ちゃう見ちゃう。いつか見た夢のように
は決まってない2曲ね、そうここで選ぼうと思って。ちなみに乃木坂さんランキング見てみよう。さよならの意味かガールズルールか、そう2曲決めてないの。これわざとなんだけど、
裸足でサマーか何度目の青空か、そうみんなの意見を聞きつつ2曲を選ぼうと思って決めてないのわざと。あ、乃木坂さんだ。でもこのランキングを見て決めようと思ったんだよね。だからランキング高い方、高いやつ歌おうと思って。何がいいかな。わ、悩むな。悩む悩む。さよならの意味か、ガールズルールか。何度目の青空か。わ、悩む。この3曲で。わ、どうしよう。けどね、さよならの意味がね、第2位なの。制服のマネキンが1位で、第2位がさよならの意味だから、さよならの意味にしようかな。このランキングで決めようと思ってランキングで決めようと思ってたんだよね。ということで、2位がさよならの意味なので、2位のさよならの意味にしようかな。本人映像なのでちょっとね、いっぱい見ちゃうかも画面。もういい曲、もういい。でもシーズン的にはあ、ちょっと終わったかでも。あ、懐かしいなこれ。
った良すぎて、めっちゃ素敵、いい曲。ちょうど中学生の時の曲かな、曲が。あなってんだと思う、急にやばい、もうこんなん、急にこんなん、なんと95点が出ました。すごい、多分めっちゃ集中して歌ったわ95だよ、びっくりなんだけど、95なんて出ない、出ない出ない出ない。めっちゃびっくり、高くない？自分でもびっくり、出ない95なんて、まさか、まさかでした。次ラスト2曲、よくわかったね正解を。アップルジュース、アップルジュースのなんかアップル炭酸みたいな、なんかなんだけど時間経ちすぎて、あのアップルジュース炭酸ない。何がいいかな、あ、イコラブさん選んでます。ちなみにイコラブさん選んでます。あ、虹の元ってさ、ミキ歌える歌えるか分かんないけど歌ってみようか虹の元めっちゃ前に歌ったことあるけど、ショールームに入ってないからアカペラで歌ったんだけど、あの本当にあれ下手くそすぎて、みんな記憶から消してほしい虹の元めっちゃいい曲なの、あの本当に好きで、めっちゃ昔、結構初期の曲なんだけど、めっちゃ好き。あの MV とかめっちゃ好き、世界観とかも全部好き。イカリングさんの曲ですね。虹の素って書いて虹の素味の素の字と一緒。そう、これめっちゃむずいんだよね。でもむずいから頑張る、いけいけいけ。え、クマが来た、久しぶりに見た、ありがとう、嬉しい、かわいいね。眩しい空が苦手なんだ、君も軽蔑するだろう、大体教えてよ涙の行方。欲しいものはないのに満たされて
ありがとうございます。お93点です。93点でした。高得点がついております。本当は次で最後にしようと思ったんだけど、あの結構最後の曲がバラードなので、ちょっと一回上げて、一回で見て、最後に上げてから終わろうと思うから。ちょっと一曲増やします。ちょっとランキング見よう。ランキングで高い曲にするので、あの子コンプレックスが1位だそうです。なのであの子コンプレックス、あ待って、これは結構上の曲じゃないわ上げの曲じゃない、上げの曲を歌いたいんだ。上げの曲で一番高いのは青春サブリミナルですね。ね、ちょっと上げの曲でとか言ってきながらランキング1位見たら、あのコンプレックスが1位でした。ので青春サブリミナルを歌って、最後にバラードを歌ってお開きです。終わりが近づいてきたよ。いくよん。これはガチ恋工場が入れてる曲でございます。だからガチ恋工場しちゃってしちゃって。
違いました。これガチ恋交渉ないです。ガーセーと混ざりました。こちらはガチ恋交渉ないです。91点、戻ってきました。基盤に戻ってきました。パチパチもたくさんありがとうございます。さて、さて、なんと、なんと、次が、次の曲が、本日ラストでーす。あっという間に2時間過ぎちゃった。もう22時に来ました。みんなね、新幹線の時間とかね、あの終電の時間があると思うので、はい、ここまでしたいと思います。はい、次はみきちゃんがこういう時に絶対に歌う曲、なおかつ大体最後に歌う曲、本当に大好きな曲です。もうすぐこの季節がやってきますね。はい、お、すごい、もうなんかそんなヒント出してないのにもうなんか分かってる人がいる。もう分かってる人がいる。すごい、さすが、すごいよ、みんなすごい、すごい、お、すごい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 、曲流れてないのにすごい、すごい、すごい、いっちゃうよ、最後、本当に最後です。すごい、本当にね、たくさんルームを盛り上げていただいて、たくさんコメントもしてくれてありがとね。ひまわり畑満開にしちゃおう。もう桜多分散ってきてるから、次はひまわり畑満開にしちゃおう。いくよ、レッツラーゴー。
チバチもたくさんありがとう。あら、あんまりですね。おお、そんなことなかった。93点。今日何が一番高かったんだろう、得点。93点でした。これにて、ちょっと今回題名がないので難しいんですけど、これにてカラオケボックスからの配信は終わりたいと思います。最後まで、あ、さよならの意味の95点が最高得点だったみたいです。本日は本当にありがとうございました。わ、おじじかがたん3連単3連単テンテンテテン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 あのここでは歌えなかった歌をちょっと歌っていこうかなって思う。え、そうだね、全曲今回90点以上ってことで1回も80点台にいかなくてすごいびっくり、自分でもちょっと上手くなったかな。でもね、喉はね強いからね、あの明日喉痛みで公演影響とか絶対ないので安心してください。たくさんギフトもね、ありがとね。なんと盛り上がり度1万3000超えということで、とてつもなくびっくりです。ありがとうね。そうです、今日ね中間発表出たと思うんですけど、歌唱力の中間発表もありまして、もうお話しいただいた瞬間に立候補させていただいたぐらい、とてもやる気で満ち溢れてるので頑張ります。予選突破できるように今回こそ16曲ちょうど1公演だって。すごい、1公演1人で完走しました。そう、喉が強いんよね、ミキ。だからあんま喉を痛めるとかないんだけど。歌唱力も頑張りたいと思います。じゃあスクショタイムをして、もうだってもう去年から待ち望んでたから、この日を。立候補しない選択肢はゼロです。
でも今回は本当に今までで一番練習期間っていうか、このそう練習期間が長いので、もう1年間ずっとみっちり練習してきたっていうぐらいいいものを出せるように頑張りたいと思います。皆さん、カラオケダムでぜひ歌ってね。私は新年度になると新曲を歌い、スクショタイムをして終わりたいと思います。あしゃ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 あ、なんかカラオケっぽい、カラオケっぽいポーズある。なんかあるかな。まあこんなところでしょう。ありがとうございました。本当に長い間本当にありがとね。またこれ不定期開催なのでミキの気分で開催されるものなので、またミキがやりたいなって思った時にやりたいと思います。ショールームウィークなんですね、実は本日なので、明日は午前中かな、公演の前に配信できたらいいなって思います。あ、不定期です、不定期ね。またリサイタルしたいと思うので、またする際にはそう、明日ね土曜日だから開演時間がちょっと長いのよ。違う、開演時間ちょっと早いのよ。そうなので明日の最終日公演前に配信したいと思います。午前中ですね。はい、ちょっと時間は読めないのでまた予約入れときます。ということで、ふう定期開催の伊藤美希のソロリサイタル、ありがとうございました。明日公演なんだよ。明日公演です。じゃあ明日また午前中のショールーム配信でお会いして、その後また公演、ふゆぴちゃんの生誕祭でお会いしましょう。今日は本当に長い間ありがとうございました。チーム K2 公演、時間がない公演です。ちょっとミキは数曲歌いたいと思います、まだ。そうで、日曜日、土曜日は劇場公演室で、日曜日は FC 岐阜に2回目行ってきたいと思います。めっちゃ楽しみなので、皆さん日曜日の予定も開けといてください。岐阜へレッツラだよ、岐阜へレッツラ。みんな日曜日の FC 岐阜も遊びに来てね。そう、楽しい週末に一緒にしよう。土日会えるから、どっちも会おうね。ほいでは本当にバイバーイ、また明日ね。ありがとね、本当にたくさん見てくれて。楽しかった人楽しかった人、おー、いっぱい入ってた、よかった、嬉しい、ありがとね。みんながそう言って言ってくれるから、ミキも楽しくできたよ。本当にありがとね。また絶対するから、また絶対遊びに来て。またね、バイビー。あの、充電もちょうど切れるみたいです。充電も切れるみたいなので、本当にバイバイしたいと思います。おやすみ、バイバイ、またね、おやすみ。おやすみ。おやすみ、ありがとね。